ですね、あとこれが井上さんに先日書いていただきましたあのパッケージ用のイラストになります。実際はなんていうんでしょう、ちょっと細長い長方形ですからうまくトリミングがするんですけども、血走った目がなかなかいい感じだなと思ってます。本当にいい絵を描いてくださって、それと、発売日がですね、一応決まりました。もちろん1ヶ月後の締め切りをちゃんと守るという前提ですけども、まあ多分今の完成度だと大丈夫だと思います。12月の6日ですね、木曜日、まあ大丈夫でしょう多分、はい頑張ります。それとですね、東京ゲームショウの方で実は今そういう形で開発が本当にギリギリのところでやってるもんですから、東京ゲームショウ用にどうしてもプレイアブルを、仕上げることができなくて、ちょっと残念なんですけども映像という形で出展させていただきます。ただ11月に、発表会という形で、やらさせてもらいますんで、声の役者さんが、まだちょっとどなたがやってくださってるかっていうのは、まあ、聞けば大体分かりますけどね、まあ、ただ発表はできないんですけども、その11月の時に来ていただいて、2部では、上松さんの方が、オーケストラで、コンサートをやってくださるっていうんで、まあ、個人的にもちょっと楽しみかなと。でそこでプレイアブルを、出します。まあ、その時はもちろんマスターアップしてますんで、完成品として、触っていただけると思います。まあ、そんな形ですかね。非常に今あとちょっとで完成というギリギリのところですけども、まあいい手応えはありますんで、ぜひ完成したら手に取っていただけたらと思います。最後ですけども、東京ゲームショウ用に、映像としてトレーラーの形でまとめましたんで、それを、ご覧になってください。今日はありがとうございました。坂口さん、どうもありがとうございました。すごいですよね。ゲームはその映像、音、ゲーム性、そしてそのストーリー性でもう映画を超えたと言っても過言ではないのではないでしょうか。先ほど坂口さんより発表していただきましたが、ロスオデッセイは12月6日希望小売価格6800円で世界に先駆けて日本で発売いたします。なお日本以外のアジアでは2008年1月、さらに北米ヨーロッパでは2008年2月の発売を予定しています。